41号では車間表示灯とブレーキ灯を組み立て車体に取り付けます。今回付属するパーツです。最初に単三電池4本を入れた4号付属のバッテリーボックスのコードをテスト基板に差し込みます。次にパーツ08の LED のコードをテスト基板に差し込み、 LED が点灯するか確認します。同様にパーツ09の LED 基板のコードをテスト基板に差し込み、 LED が点灯するか確認します。次にパーツ08の LED の付け根から2ミリのところで断線に注意しながらコードを90度に折り曲げます。次にパーツ01の車間表示灯 A にパーツ06の車間表示灯レンズをはめ込み、さらに LED をはめ込んで車間表示灯 B を合わせはめ込みます。次に LED のコードを左後部フェンダーの穴に差し込み、車間表示灯をはめ込んで接着します。次に左後部フェンダーの凸部の間に LED のコードを通し、フェンダーにパーツ07の固定部品をはめ込んで接着します。次にパーツ04のブレーキ灯 B にLED がついている面を上に向けてパーツ09の LED 基板、パーツ05の LED カバー、パーツ03のブレーキ灯 A をはめ込みます。次に車体の右後部フェンダーの穴にブレーキ灯の LED 基板のコードを差し込み、ブレーキ灯をはめ込んで接着します。次に車体の右後部フェンダーの凸部の間にブレーキ灯の LED 基板のコードを通し、フェンダーにパーツ07の固定部品をはめ込んで接着します。これで41号の作業は終了です。